はい、こんにちは。坂井ギタースクールです。今日はね、僕のちょっとギター人生をギター人生じゃないね、ギターを始めたきっかけからどういう曲をやったのかみたいなところをちょっとね、お話ししようかなと思うんですけど、前にもなんか多分ギターの、始めたきっかけとかなんかそのあたりはちょっと動画でもね言ってるような気はするんですけど、僕はね、10歳11歳なんか大体そのあたりでギターを始めたんですけど、ギター始めたきっかけはねドリフターズだったんですよ。ドリフ、ドリフがね好きで面白くて、で、ドリフってこうバンドもやってるじゃないですか。なんかそういうのでね、お笑いも、しかもそれと音楽と、お笑いとギターとなんか弾けたらいいかもみたいな、なんかそんな感じで始めたのがきっかけっちゃきっかけなんですよね。で、僕の父がね、最初はじゃあこんな曲やったらみたいなで教えてもらったのが禁じられた遊びで、もう一曲教えてもらって、でそのもう一曲が古賀政男の影をした相手だったんですね。でこの2曲、すごいですよね。小学生が古賀政男を弾くみたいな、そんな感じでした。だからこうね、年齢層というか、最近ちょっとそんな話題がね多いかもしれないけど、その年齢層で聴く音楽とかってやっぱりいろいろ違うと思うけど、でも人によって、やっぱり同じ年代でもね全然聴く音楽って変わってくるじゃないですか。でしかも僕なんかは特にギターって何なのかっていうのをよく分からずにギター弾こうとしてる状態だったわけですよ。でそこでたまたま、手にしたのが、クラシックギターだったというだけのことで、禁じられた遊び、その時初めてこの曲の存在を知ったと僕は。でそのこがまさおの曲も初めて知ったわけではないだろうなと思うんですけどね、なんとなく僕の記憶だとちっちゃい頃何度かね僕の父がギター弾いてるのを見たことがあるような記憶が、でもギター始めたからちょこちょこそれで弾いたのを記憶してるのかもう曖昧な感じですけど、古賀メロディーとかね、いろいろ、やりましたね。いや、いろいろやったっていうか、なんかこう楽譜もあったから、楽譜はないかな、どうだったかな、でもカセットテープとかレコードとかなんかその辺がねやっぱりあったから、古賀メロディーはギター始めてから何曲かはね聴きましたね、聴きました。だからそれがきっかけで小学生の頃からちょっとね古賀メロディーっていうのは馴染みのあるジャンルになったりもしたんですけど、でそれでせっかくやるんだったらギター習った方がいいんじゃないみたいな感じで僕はギターを始めて、習い始めて、
でその時に禁じられた遊びの一限アポヤンドでやってごらんみたいな。アポヤンドってあちょっとメロディーが浮き立つみたいなね。なんかそこでアポヤンドっていうものを知って、でまあ教本に沿ってね、やってったんですけど、でそこからねしばらくではないです、しばらくじゃない、間もなく、そんなに時間が経たずにバンド活動を始めたんですよ。バンドを始めて、でそこからまあロカビリーっていうねジャンルに取り組むことになった、まあクラシックギターはそのまま習ってたんですけど、ロカビリーをバンドではやってたんですよね。だからその当時はね結構まあ、ストレイキャッツ、ストレイキャッツは大好きだったんですよ。まあ、小学校5年生6年生ぐらいです、ストレイキャッツ。日本のバンドだとねブラックキャッツとかね、もうロカビリーバンドってその当時僕がいろいろ聞いてたバンドはねもうキャッツがつくんですよね。すごい、キャッツのつくキャッツとかね、ブルーだったりブラックだったりこう色とかね、なんかそういうのが妙に多かったなという記憶がありますけど、ただ僕はね中学生の頃は、ベースボーカルをやってたんで、ギターはギターでお家で弾いてた、こんな感じのとかね、やったりしてましたけど、そんな感じだから僕結構クラシック、クラシックっていうかクラシックギターをやりつつなんかねバンドやりつつ、でギターを始めるよりも前に、僕はトランペットをね、楽器としてはトランペットをギターよりも前にちょっとねやり始めたっていうのもあったりっていうので、結構なんかいろんな なんかジャンルの音楽に触れてきたなっていうのはあるんですけど、ですね、そんな感じでこう過ごしてたので、あんまりこうクラシックギターがとか何ギターがみたいな感じでこう見るっていうこともね僕個人的には少なかったんですけど、でもやっぱり周りはねクラシックギターをやってる人っていうのはもうすごく少なかった、すごく少なかったっていうか、同じ学校に僕と一緒に始めた人が一人いたんで、二人クラシックギターをやってる、学年で2人いましたね、僕含めてね、でその他にまあ隣町の学校には僕と同学年で、2人クラシックギターをやってる子がいましたね、でまあ僕は隣町にギターを習いに行ってたんで、そこで習ってる同じ学年の子がいたと、で結構僕北海道の田舎育ちなんですけど、人口より牛の方が多い町で育ってるんですけどね、隣町はまあまあ大きくて、そこちょうど僕の前後の年代が比較的ねそのクラシックギターやってる人口も多くて、まあまあ何人か同年代の仲間たちがいました、そこのねそっからそれよりちょっと上とかそれよりちょっと下、僕の前後よりも上下は結構がっぽりねクラシックギターをやってる人がいなくて、周りにはいませんでしたね。かっぽりなんか空いてたなと、
あとはもう大人たち、もしくはもうちょっと下のちっちゃい子みたいな、なんかそんな感じでしたね。そう、まあそんな感じで過ごしてました僕そんな感じで過ごしてました、はい。なので、だからまあコンサート、クラシック音楽も好きだったから、まあピアノのコンサートとかなんか行ったりすることもあったし、ギターのコンサートもそうだし、でかと一方ではライブ見に行ったりとかね、田舎だからもうライブなんてないんですけど、もう自分たちがもう中学生の頃からライブをやってね、どっかの会館とか公民館とかそういうところを借りてそこでライブを開催したりとか、なんかそんなことをやってましたね。中学か高校1年か中3か、なんかそのあたりの時に、札幌にね、札幌まで車で行っても5時間とかねかかっちゃうような距離ですけど、札幌にイングヴェ・マルムスティーンが来るっていうんで、もうチケット頑張って取って学校休んで行ったとかね、なんかそういうこともやってました。だからその頃は結構もうクラシックギターに関しては、まあ習ってるからまあ続けてるんだけど、そこまでなんかその本気にやってはいないというかね、まあとりあえず好きだしやってるぐらいな感覚でやってて、どちらかというともうエレキばっかりみたいなね、そんな時代でしたけど、だからもうイングヴェ・マルムスティーンとかポール・ギルバートとかインペリテリとかね、なんかそっち系が結構好きでしたね。はい、まあなんかそんな子供時代を僕は過ごしてました。もうなんかね、とりあえず話し始めたから全然こうまとまりない話になっちゃったまとまりない話になっちゃった、まあそんな子供時代を過ごしました。それがね、だいたい高校生ぐらいまでの、小中学から高校入ったぐらいの、なんかそのあたりの頃ですね。はい、そんなギター人生、ギター人生じゃない、ギター人生じゃない、もうほんの数年の出来事ですけど、こんな感じです。だからまあそれがね、最初に多分僕古賀政男をやったっていうのもね、ちょっと良かったのかなと思いますけどね。なんか変にこうジャンルにこだわりがない、すぐバンド始めてロカビリーやっちゃったっていうのも大きかったなと思いますけどね。だからまあどっちにしてもこう一つのジャンルにこう向かってっていうよりも、好きだったらいろいろこう幅広く取り組むっていうのがいいのかなって思いますね。はい、またいつかそこを、そのね、もう少し後の高校生になってからの、物語も話そうかなと思います。皆さんの、ギターを始めたきっかけとかね、なんかそのあたりももしコメントくれたら嬉しいです。待ってます。